皆さんこんにちは、あかりんこと明日あかりです。さあ今日はですね、こちらのサンカットの日焼け止めとのコラボ動画になります。皆さんちゃんともう春焼け対策ってしてますか？実はね、 UV 対策を忘れがちなこの春にも紫外線はすごく強くなってきてるんですよ。で夏とかはさ、こうじりじり暑いからさ気をつけると思うねんけど、春とかってなるとまあポカポカしてるし、そんなに日焼けしてるなって感じることあんまりないと思うんですけど、実はそういうのがたまりにたまってね、どんどん黒くなったりとか、あとは日焼けってこう何年後かのシミとかにもつながりそうなんですよ。あんまりこう黒くはならないタイプなんですけど、結構シミになりやすいタイプで、昔のね日焼けのシミがあったりするので、これをね前から気をつけとけばよかったんだろうなーって思うこともすごいあるので、今年は春焼け対策しっかりしていきたいなっていう風に思うんですけど、まあ、今日はそんな悩みを解消してくれるね素敵なアイテム、こちらサンカットの日焼け止めを紹介していきたいと思います。それでは今日も行きましょう、アカリンの実力動画スタートです。はい、というわけで今日はですね、スプレータイプの日焼け止めナンバーワン、もうコンビニとかドラッグストアでも必ず見るサンカットの日焼け止めから新しく発売されるこちらの UV カット効果が最高値なのに素肌を綺麗に見せられるトーンアップ UV の紹介をしたいと思います。まずこちらがサンカットトーンアップ UV エッセンスですね、塗るタイプの日焼け止めです。でこちらがスプレータイプのサンカットトーンアップ UV スプレーですね。これ嬉しいんですよ、スプレータイプとか塗るタイプが2個あるタイプ、めちゃくちゃ私好き、どっちも買っちゃいますね。パッケージがほんですごい可愛いんですよね。こんな感じですごい見た目もおしゃれなので、こう持ち運びもいいし、インスタ映えですね今で言うで匂いがクリスタルフローラルの香りなんですって。だからこう日焼け止めの特有のなんかちょっと嫌な感じの匂いとかは全くしないです。めちゃくちゃいい匂いですね。もうボディークリームみたいな感じかな。で先ほども言ったんですけど、 UV カット効果は SPF50+ そして PA4+ なので、もう最強の日焼け止めですね。日焼け止めの数値でいうと一番高いのかな。うん、でもそれだけ UV カット効果がしっかりあるのにもかかわらず、スキンケア成分が配合されていて優しい使い心地になっているそうです。でですね、こちら夏場も安心にね、プールとか海とかにも使えるウォータープルーフタイプになってるんですけど、なんと石鹸で簡単に落とせるんですね。日焼け止めってさ、なんか本当に落ちにくいじゃないですか。すっごい体に残る感じ、私あれめっちゃ嫌いなんですけど、石鹸でちゃんと落ちてくれるならありがたいですね。はい、ということで早速使っていきたいと思います。トーンアップしてくれるということなので、今日はちょっとトーンアップの効果がどれくらいなのかっていうのを見ていきたいと思うんですけど、じゃあまずこちらの塗るタイプの方から使っていきたいと思います。お、はい、出してみるとラベンダーですね。結構しっかりラベンダー。そう、私動画でちょこちょこ言ってると思うんですけど、ラベンダーっていうのは一番ね肌にとっていいカラーだなって私は思ってて、まあ、ラベンダーってさ、ピンクと水色を混ぜた色だったりするじゃないですか。まあ、ピンクっぽい血色感とブルーの透明感合わせて作ってる色なので、透明感も血色感も両方得られる一番いいカラーなんですよ、ラベンダーって。だからメイクの下地とかにもラベンダー系ってすごい使えるんですけど、まあ、しっかり塗っていきましょう。じゃこっち側にしっかり塗っていきますね。すっごいでもサラッとしたつけ心地ですね。めちゃくちゃ伸びがいい、ベトッとしてなくて、なんかこってりしてない、あの日焼け止めのあのこってっとした感じ嫌いなんですけど、すっごい塗る時もいい匂いしてるわ。ピンクパールが入ってるから若干ちょっとツヤっぽくもなるのかな。はい、こんな感じです。こっちが塗った方でこっちが塗ってない方、若干だけはやっぱトーンアップしてますよね。こっちの方が綺麗な透明感で白肌って感じ、わかるかな。ちょっと照明落とした方がいいかな。ちょっと待ってくださいね。あ、照明落とした方が分かりやすいかな。こっちが塗った方ですね。分かるかな。そう、こんな感じの違いなんですけど、日焼け止め塗ってるとは思えないくらいすごい塗った後もサラッとしてますね。いい感じです。で、すごくいい匂いがします。女子って感じの匂いですね。そうで、こちらですね、あのお肌に塗って化粧下地としても使用できるそうです。ちょっとだけ塗ってみる。今すっぴんなので、じゃあこの上から塗ってみましょうか。そう、あーでもすごいトーンアップするね。いや本当にラベンダーの下地って塗るだけで顔色も良くなるし、肌に透明感与えてくれるしで、だからこれも化粧下地として使っても、化粧の一環でさ日焼け止め塗ると思ったらさ、なんか塗る気になりません？改めて塗るのって結構めんどくさいけど、ちゃんと化粧の一環で塗るって考えたらね、全然うん、塗っても綺麗に透明感与えてくれましたね。くすみ飛ばしてくれるんですよね、ラベンダーって。だから本当にメイクをする上でもおすすめです。でこちらすごい肌とねピカピ
かピタッと密着してくれるので、こう服にね擦れてもこう色落ちしたりとか色移りとかもしにくくなってるみたいです。でこれまた嬉しいのがアレルガード機能がこちらの SS タイプには入ってますので、花粉とかチリホコリなどの環境ストレスから肌を守ってくれるそうです。私は花粉症ではないんですけど、これからの季節ね花粉とかで肌とか荒れちゃう方とかも多いから、花粉対策も日焼け対策も両方できるっていうのはすごい嬉しいですね。でまあこちらがねエッセンスタイプで塗るタイプだったんですけど、こちらはですねスプレータイプになってます。そうこのスプレータイプがあるとないで全然違いますよね。やっぱ持ち運びするのはこういちいち塗り直すのめんどくさいから、めんどくさがり屋の私には本当にスプレータイプってありがたいんですけど、これをですね10回ぐらい振ってちゃんと肌から10センチから15センチぐらい離してからスプレーしてください。すごい、わかるかな、あと照明落とさん、この辺に作ったんですけど結構透明感出るわ、わかるかな、あだいぶ違う、すごい。だからお家でちゃんとこれをしっかり塗ってきて外出た時に塗り直しはスプレータイプでもいいと思うし、もう正直塗るのめんどくさいって方は玄関にこれスプレータイプ1本置いとくだけでもしっかり UV カットしていくことによって何年か先のお肌変わると思いますので、皆さんぜひもう春使っていただきたいなと思います。でこちらのラベンダーカラーでしっかりトーンアップさせると本当に顔もね透明感アップして白肌にも近づけると思いますし、これからね肌とかも露出が増えてくると思うから露出の多い時期とかもすごい使えると思うし、絶対に肌白くてこう明るい方が自撮りとかも漏れるので、こういうの使ったら写真も漏れるんじゃないかなと思います。私あの実際にこのサンカットの日焼け止めスプレーはもうめちゃくちゃ何本もリピートしてるんですよ。もう大好きで、やっぱ一番 UV カット効果が高いし、いろいろ日焼け止め売ってる中でもサンカットのやつは本当に UV カット効果が高いし、私強いのがいいので本当にリピートしてる商品で、それがこうラベンダーが出たというのはね、これからはこっちを使っていきたいなっていう風に思ったので、今年の春からはね、いつもね夏場も暑くなってから日焼け対策しなって焦るけど、ちょっと早めの春から始めていきたいなっていうふうに思います。皆さんもぜひ一緒に日焼け対策頑張りましょう。はい、ということで今日はですねこちらのサンカットの日焼け止めとのコラボ動画でした。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんこと吉田あかりでした。バイバーイ。One, one, 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 one,